はい、ミスターマヤミさんあ、いたずら電話の件でね、いろんな学びがあったなと思います。まあ、そのね、えー、動画を見てお話を聞きまして、私もやっぱり改めてね、職業に規せはあるなと思いました。 まあ昔からですね、職業に寄せんはないっていう言葉があります。どんな職業も必要に必要とされてるからあるんだと。だから差別をする必要はないんだよってことなんですけども、このね、職業に寄せんはないっていう言葉、非常に美しいように見えますけども、この言葉があるからこそ、妙な仕事っていうのが正当化されてきてるんじゃないかなと思うんですよ。やっぱりね、個別にこれはいい悪いっていうのは非常に言いにくい個人の主観が入る部分があると思いますけども、明らかにね、 やっぱり職業として成り立ってはいけないものもあるのは私は確かだと思うんですよ。例えばですね一生懸命知恵を使って協力し合って目的のためにね緻密に緻密に計画を立ててそして大きく儲かる仕事、うん、銀行強盗とかね職業としていいんでしょうかこれは職業として規制があるんでしょうかとかいうこともありますしまあ,あの覚醒剤とかねそういったものを を販売したりとか作ったりするのはどうかなと思うところがありますしやっぱりねうんやっぱりない方がいい職業とか人に後ろ指さされる職業ってあるわけですよできれば自分の心に正直にやっていきたいなと思いますよね。いたずら電話とかでまあいたずら電話というかねうん,なんか自分でも買わないようなものを、えーまあ、しつこい営業トークでね売っていくのもいいのか悪いのかってことがありますよね。 え今ねお料理詐欺とかいうのもね特殊詐欺っていうのもかなり数十億から数百億の市場を占めてるらしいですけどもこれが仕事ととしててて成りり立っっいいのかかどうかってこともありま,すまあいろいろとね問題はあると思うんですよ。まあ、その中でやっぱりね私たちが、あのー、心に正直にやっていれば、うん、この仕事をすることによってお金を稼ぐことによって一定の自分のルールとかモラルってできていくと思うんですよね。 何でもかんでも儲かれば何でもいいよっていうものでもなくて、えー、やっぱりねやっていてあの日の目の当たるというかね誰に言っても恥ずかしくないみたいなところがあるんじゃないかなと思います。まあ、これはねはっきり言ってねじゃあこの職業は自分は正々堂々とやってるけどもうーん人にどんな評価をされても恥ずかしくないよって言われれば確かになと思うものは結構あるんですよね。 まあただね、少なくとも自分がお金を稼ぐ手段として気に病むことはやりたくないなとは思うんですよね。まあそういったところで今回の携帯電話の、であの迷惑電話ですか、ミスターマヤムさんのトークっていうのはあ聞くところがあったかなと思います。私たちもね、稼げれば何でもいいと思うのではなくて、うん、なんかインチキメーターね、情報取材を売ったりとかする人もいますし、うん、なんか当たりもしないようなね、えー、なんとかツールみたいなのを売ってる人もいますけどね。 特に FX でのツールとかって FX に勝てない人が売ってますからねうんそういうのはどうなんかなと思いますよね。うん、まああのー、先日もですね私のところに非常に仲のいい人から FX のーなんかツールがねもう裏付けがあるやつだよってかね売りに来たわけですよ。 で私はねもう FX そんなものなくたって勝てるんでいらないんですけどもじゃあ裏付けとしてねあの「あなたが勝ってるんですか?」ってすごいじゃんっ勝ってるとこ見せてよって言ったら「いや実は自分は勝ってないんだけども自分の知ってる人がこれで。 1> 1日日万円ぐらい買った日もあるんだよっていうそういうふうな全然裏付けでも何でもないですよね単なるそのインチキを勧めに来てるんだなと思ってその人との縁はちょっと遠くなりそうなんですけどねうんやっぱりね人をしちゃいけんですねそういうことでうんいやで騙されないために我々も知恵をつけておかなくちゃいけないですよねそしてねやっぱり妙な仕事をしてる人に腹を立てたりとかするんじゃなくて気の毒だなと いつまでもそういうことをやってるんだなと残念だなという気持ちですよねま、うん、っとうにやればこんなに素晴らしいビジネスっていうのがたくさん出会えるのに目先のねお金とかに、うん、人が取られてしまって妙なことをやってしまうんだなと思うところでございますまあねそっか塾に関わってる、まあ、皆さんはね、えー、こう心を鍛えることによって本当にいいものを商品として出していきたいという気持ちで溢れてると思うんですよ うん、まあそういう気持ちでこれからもやっていきましょう。私もですね、えー、やっぱり同じような、皆さんに恥ずかしくないような、そのビジネスというのをね、追求していこうかと思います。まあ私はすでにビジネスっていうのはやってませんけども、ん人に何かをね、紹介する、伝えるときには、自分で責任が持てるようなね、ものをやっていこうかと思います。もう自分の家族に売るような気持ちで、私は即家塾の皆さんにお話ししております。それでは今回は以上です。ミスターメインさん、またメッセージください。